まちゃん。おはようございます。高垣のりおさん、フランチャイズオーナーとして加盟しておよそ5年、ご夫婦でカバーオールの仕事をしていますが、一人でやってきました。一人です、朝一番で。またそれ終わってからお嫁さんを迎えに行くという格好ですね、はい。他のオーナーさんと比べると少し遅めのスタートのようです。で、特に僕らはもうそんな年もね、若くないし、体もこれからどんどん劣っていくから、まあ基本的には土日とかはもう完全に休んでるでやってるので、そう体的には夏場はしんどいですけど、そうがむしゃらに仕事をしてる感じではないですよね。最初の現場に入ったのは朝の7時。55歳で加盟してこの道5年、もちろんまだまだバリバリ働けるのですが、余裕を持った働き方をされているようです。朝一番の現場は運送会社さんの事務所、たくさんの人が出入りする共用部を手際よくきれいにしていきます。掃除に対する意識とか変わりました？そうですね、やっぱりこうパッと見たら、汚れてるいうのが分かるようになりましたね。ここで汚れる箇所にも大体決まってくるんで、大体こう 見えてくるんですかね、汚れが。そういうふうになりましたね。最初何もこう分からずに、とにかく全てをなんかきれいしなあかんっていう意識やったんですけど、やっぱりポイントポイントで、ここはね、去年の1月からスタートなんですよ。でそれまではここは他の業者さんが入ってあったんで、その時は結構掃除まあまあきれいにはされてなかったみたいなんでね。特にトイレなんかは、僕入った時はもうすごい黄ばんでましたからね、尿石で。高垣さんが入るまでは匂いが気になっていたというトイレ、現在はあんまり匂わないでしょ。前もっと本当に公衆便所の嫌な匂いしてましたからね、入った時は。匂いや便器の黄ばみはほとんど気にならなくなっていました。加盟前は通信業界の営業をしていた高垣さん、なぜカバーオールに加盟しようと思ったのでしょうか。中小企業さんをの回らせてもらって、まあ、通信機器であるとか、そういう通信の、まあ、今でその当時は、まあ、光とかね、そういうような提案をしてましたね。やっぱり年齢的にちょうど独立した時は55歳で、ちょうどの子供も2人いてて、もう就職もして家に離れて、ちょうど夫婦2人になってですね、で正直家のローンもなく終わってですね、なんか5年後とか見た時に、なんかこのまま行ったらですね、ただ単にこう給料下がっていくで、何のこう老後のなんていうの楽しみもなく、一回もう一踏ん張りね、今の55歳であればね、最後いけるかなというのがありまして、まあ、自分でやってみようという、自分が55歳いうのもあって、基本的にはフランチャイズに加盟した方が、まあ、時間を買うというか、そういうシステムを変えるので、一番まあ短期で進む商売になるやろうなというのは思ってましたので、フランチャイズを探してましたね。 FC でね、いろいろとこう、雑誌なりインターネット上を見たり、
あの飲食とかねありましたけども、やっぱりあの固定費がかかったり飲食であればですね、カバオールがいいなというのはやっぱりあの昔からある仕事で、流行り廃りがないというのとですね、それからやっぱり粗利率が高いというのがまあ一番の決め手ですね。安定したサラリーマンからの独立、今は一緒にやっている奥さんの当時の反応は。いや最初は大丈夫かって言ってましたね。うん、やっぱり内心は反対やったんちゃいます。成功するか失敗するか分からへんからね。ほんまにそのちゃんと売り上げとかもらえんのっていう不安も持ってたんでね。で特に娘なんかもそれ言うてましたね。ほんまに不安がってましたね。自分の中では全然売り上げはちゃんと保証してもらえるし、こんな仕組みがあんやったら、まあ、失敗することないやろなって、体さえ元気であればって思ってました。だって売り上げがないからみんなね、潰れたり失敗するんでね。でも売り上げを保証してくれるんでね、まあお金はいるにしてもね、まあそういう仕組みがあるだけでも、まあ体がさえ元気であれば失敗することはないやろなと思ってました。やっぱり長く働けるというのと定年がないというのと、やったらやった分がいただける、それとやっぱり組織じゃないので、もう上から嫌なことを言われてもそういうことはなくなりましたしね。売上保証、営業不要、そんなおいしい話はないと誰もが言う。それはカバーオールの日常です。しかし当時の高垣さんには確信がありました。最初は半信半疑だったご家族、しかし独立してからおよそ1年、当初は一人でスタートした高垣さんでしたが、奥様と一緒にこの仕事をするようになりました。迎えに行きます。この仕事をやるときから、最初からもう手伝ってもらうつもりで、僕はね、僕はもう手伝ってもらおう思って始めたんですけどね。きっとなんかもうやっぱり子供らが離れて、なんか夫婦でなんかできるもんがあったら、それも一つ縁違うっていう目標を持ってやれば。っていうのもあって、で結構入る時に夫婦でされてるいうのも説明会の時聞いてたんで、京都の事務所に、法務庁にあれです、説明聞きに行ったんですよ、フランチャイズので。それ聞いた時にその仕組みが分かって、あ、これやったらいけるなっていうの、ほんですぐ決めました。決めてから僕退職しますって言いに行きましたからね。やっぱりリスクはやっぱキャンセルされた時とかね、ありますよ。せっかく6ヶ月分支払っても7ヶ月目、極端に言ったら7ヶ月目に何かの事情、まあ、自分のであったり会社の都合であったりね、そんなのキャンセルされたら、その分はもう払い損、また買ってもらわないといけませんよという、それが大きなキャンセル、リスクやという説明はされました。で実際にそのどんだけじゃ頻繁にあるのかっていう話を聞いてね、一番はやっぱり管理会社がこう変わるマンションなんかでね、まあ、そういうのは単価も低いし、そうあまり半分もね、キャンセル食らうとか、そういうことはないんやろなというのは思いましたけどね。
はい、ほな降りてきて。はい。次の現場に向かう前にパートナーである奥様を迎えに一旦自宅に寄ります。高垣さん夫妻の一日はここからが本番です。私トイレ掃除しかしないんであ、そうなんですか。役割が決まってるんです。でも分けてなかなかやっぱり体力を拭き掃除はやっぱりあの床とかねかかるんで、もうあの掃除の箇所を分けてあのやるんです、いつも。それなんか効率いいですね。同じとこをなあの2人でやってたらもったいないですよね。実は高垣さん夫妻にはカバーオール事業の先に見ている将来の夢がありました。次回、夫婦の絆に迫ります。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。